トなんかやっつけてトロピカルを取り戻しちゃうよ。ほらレイも一緒に気合い入れ。だから言ったじゃありませんか、この寒さに水着は絶対に無理ですわ。大丈夫、桜子のアイドルパワーで島だって熱く、くっちゅ。ほらほら、お手伝いして差し上げますから、風邪をひく前にお着替えしましょう。この寒さめちゃくちゃだよ。もうこの島不思議すぎるって。確かに異常ですわね。このままでは島の生態系すら破壊されて。って桜子さん、何してらっしゃるんですか。そんな怪しげな草をパクパク食べて。だから何をなさって。へへー、ユインゴから聞いたマル秘情報。ヒッピー入門にあった成長促進の植物、育ち草って言うんだって。育ち草、成長促進の植物。まさか桜子さん、私の身長を追い抜こうとそんなものを。フェアプレイの精神に反しますわ。ならば私だって。うん、あら意外といけますわね。こういった貴重な植物も、環境が変わってしまっては生き残れない。桜子さん、私たちのなでしこ島を守るためにも、いち早くギガントビーストを見つけて退治いたしましょう。あって、見つからないし、どんどん寒くなってる気がするんだけど。日暮れとはいえこの寒さ。いくつ、異常極まりありません。とにかく暖を取らないと。桜子さん、まだ焚き火に火はつきませんの。コツは空気の通り道を作りまして。パキン、あパキンだって。枝まで凍っちゃってる。これもみんな火山のマグマを吸うギガントビーストポルイーターが原因で。ひゃっ、桜子さん聞こえまして、今鳴き声が聞こえた。それに見て、遠くに大きな影が。ここはひとまずキャプテンさんのところへ向かいましょう。うん、あれ、近づいてきてますわ。グズグズしてる暇はありません。桜子さん、やば、足が凍って地面にひっついちゃった。てへっ、あ、てへじゃありません。このままでは二人ともやられてしまいます。せーのの掛け声で引っ張りますわよ。レイ、ちょっと待って。私は桜子さん、そんな、まさか、そんなのっていけませんわ。桜子さんを置き去りにして私だけ先に逃げろとおっしゃりたいんですのね。私は身長のことで言い争いをいつもしていますが、本当は桜子さんのこと。じゃなくてさ、私は
掛け声キュピーンがいいな。そしたら力入るしさ。はい、そう考えるのが最も合理的ですわ。なでしこ島の常夏を支えるのは火山のマグマ。ギガントビーストのボルイーターはそのマグマを吸って成長し、その影響で島全体が急激に寒くなる。そうなればこの島の生物もろとも全滅。ならば答えは簡単だろう。倒すしかあるまい。でもマチさん、ボルイーターはアイリさんの必殺攻撃ですら倒せなかったみたいなんです。そんな弱気でどうする。実際に戦ってみないことには。無理ですわ。ボルイーターは以前よりさらに進化しているはず。より強く、より大きくなっておりますわ。私たち先ほどボルイーターの影を見ましたの。アイリさんから聞いていた以上のサイズ。そうでしたわね、桜子さん。ん？桜子さん、またその育ちそう。えへへ、もう少し大きくなればグラビアだって狙えるかもしれないし。今は真面目な話の最中ですのよ。って小春さんまで。はぁ、あ、だってこれで胃が大きくなったらシュークリームをもっと食べられるかと。皆さん、もっと真面目になさいませ。だってだってだっていっぱい成長したいんだもん。だいたいそんなに食べ続けて成長しすぎたらどうなるか考えて。桜子さん！ごめん。いえ、違いますの。桜子さんのおかげで突破口が見えましたわ。え？皆さん聞いてくださいまし。つまりこういうことですわ。火山のマグマで進化して大きくなる。ならばさらにこの育ち層を大量に集めてボルイーターに食べさせれば。はい、小春さん。お腹がパンパンになってどんどん成長しちゃって、許容量を超えると自滅する。それしかありませんわ。これです。これこそ唯一の手段ですわ。待て、レイ。一つ問題が。そんなにたくさんの育ち層を今からどうやって集めるつもりだ？それは、ちょっといい？あたしね、よいしょっと。こんなに大量に集めて、小春さん。いっぱい食べたらね、その分だけシュークリーム食べれるかなと思っていっぱい取ってきちゃった。小春さん、あなたのシュークリームに対する愛情しかと受け取りましたわ。キャプテンさん、これでいきますわ。皆さんにもお礼させていただきます。ああ、ねえねえ、これってあたしのおかげだよね、さくらこやろう。どうなってるんだ。奴はますます強くなる一方だぞ。
強くなっているのは成長が促進してる証のはずです。今は耐えてくださいませ。でもでも、もう限界だよ。作戦は失敗、私のせいで。レイ、暗い顔しないの。私たちは責めたりしないよ。あ、みんな、あれを見ろ。大きくなっていく。成功ですわ。ここまで逃げてくれば大丈夫だよ。安心できません。大量のエネルギーは膨張して。ああ、もう説明は面倒ですわ。桜子さん、ご無礼を。冷たい。皆さんも早く、私に続いて海へ。レイちゃん、冷たしたの。海があったかーい。レイ、トロピカルが戻ってきましたのね。えい、アイドル水鉄砲。桜子、私に攻撃するとはいい度胸だ。くらえ！みんなはしゃいじゃって。これも全部レイさんたちのおかげです。いいえ、当然のことをしたまでですわ。とはいえ本当によかった。気温も戻ってきたことですし、離れていた生物たちも戻ってくるはずです。これで心配事はなくなりましたね。マチさん、そんなに沖まで行ったら危ないよ。何を言っているの。私は今解放感に満ち溢れて。マチさん、大丈夫？なんで潜ってるの？キャプテン、マチさんが。来るな、あっち行け。マッチ、どうしたの？何かあったの？あったが、その、ないのだ。あったのに、ない？で聞いたことあるセリフだな。ああ、みんな、こっちこっち、マッチが大変、フルヌードだ。これにて一件落着ですね。そうですわね。でもこのなでしこ島、何かまだあるような。